海野博作、侠客の女房。歌舞伎十八番、助六ゆかりの江戸桜の主人公、花川戸助六には、モデルと思われる侠客が実在した。浅草花川戸の隣町、山の宿にいたというその人物の名は、大分け助八、または大裁き助八。アウトローの集まるこの地で、大見得を切って喧嘩を仲裁するので、江戸の庶民が喝采した。ある日、見知らぬ他人の罪を背負って投獄される。残された女房は、それでは、海野博小粋な江戸の物語シリーズ、江戸あやかし草子から、侠客の女房、人気の読み手、澄江さんの朗読でお楽しみください。大川の水はとうとうと流れていた。私は河原に座ってそれを見ていた。なんと川の水は後から後から流れてくるのだろう。こっちは水が枯れて干上がりそうだ。暇である。どこからも原稿の注文はない。店の引き札、広告文一枚頼みに来ない。長屋にいてもしょうがないので、私は毎日この河原に来て日向ぼっこをしている。そのうち、下作者の干物が出来上がるだろう。うつらうつらしていると誰かの声がした。おじさん。ああ、吉坊か。なんだい。おじさんに用があるって人が来たから連れてきた。近所の花垂れ小僧の後ろに女がいた。若くはないが、綺麗な女だった。いろいろ苦労してきて、その苦労が陰影を落としていて、それが何とも言えなかった。しかし私には女に頼まれる仕事は思いつかなかった。ちょっとお願いがありまして。そうですか。よかったらこの河原に座って話しませんか。長屋の掃除もしていない部屋に戻るよりはマシです。今日はとても天気がいい。いいですね。彼女はこだわりなく言った。どんなお話ですか？書いていただきたいことがあるんです。書いていただく価値もないかもしれませんが、書いていただけるでしょうか？さて、内容にもよるのですが、と私はもったいをつけた。なーに、暇を持て余しているのだから、なんだって書く気であった。何を書けというのか、もしかしたらこの女の恋文だろうか。よろしい、私は喜んで恋文作者になろうではないか。私の知ってる人の一代記を書いてほしいのです。そしたら、それを石に刻んで残しておきたいんです。なるほど。それはよくあることです。どなたか立派な方の生涯を刻んだ碑をお建てになるんですね。いえ、立派な人ではありません。私の夫なんです。立派ではありませんが、変わった人でした。あの人のことは私しか知りません。で、私がいなくなったら、誰もあの人のことを知らなくなってしまうでしょう。書いていただく価値はないかもしれませんが、私にとってはいろいろな思い出があって、それがなくなってしまうのが残念なんです。なるほど。
亡くなった夫の功績を記した碑を建てたいというわけだ。よろしい、書かせていただこう。どうでしょうか。こんな仕事をやっていただけますか。いや、見ての通り暇で困っていたところです。喜んでお引き受けします。はあ、まあよかった、と彼女は晴れ晴れと笑った。私もなんだか嬉しくなった。それから、おいくらお払いしたらいいかわからないのですが、十両用意しました。足りるでしょうか。十分です。いや、多すぎるぐらいだ。一両だってやります。まあ、なんと正直な方。そんなことを言ったら商売にならないじゃありませんか。ええ、商売になっていないんです。私たちは心から笑った。彼女の顔が少し曇った。でも、私の夫のことを知ったら、あなたはお断りになるかもしれません。書くのが嫌だとおっしゃるでしょう。そんなことはありません。誰であろうと、私は書くことを約束します。いろんなことを書いてきました。私を信じてください。それで、どんな方なんです?彼女は大川をじっと見ていた。それから向こう岸を指した。私の家はちょうどあのあたり、山の宿にあります。私の夫の名は大分助八と言います。お聞きになったことがありますか?私もちょっとびっくりした。山の宿は花川戸の隣で、蔵前の米の荷揚げをする川岸人足の多いところであり、それを仕切る侠客がいる。大分助八はそこで親分として知られていた。困った時には助八親分に頼め、と浅草界隈の貧乏人が言っていたものだ。しかし何かのことで、天馬町の牢に入れられ獄死したという噂を聞いた。そうか、この女は助八の女房なのか。しかし獄死した罪人について書くべきことがあるだろうか。彼女は私の胸の内を読んだように言った。罪人について書くのは嫌かもしれませんね。咎めがあるかもしれませんし、いくらかためらいもあったが、私は決心をした。誰かが書いてくれと言っている。お前はそのためにいるんだ。言ってくれる人がいるなら喜んで書こうではないか。それがどんな話であろうと、書いてほしい人には何かの意味があるのだ。で、いつから始めましょうか、と私は言った。え、引き受けてくださるんですか。もちろんです。私のできる限り。ありがとう、と彼女は言った。私は聞くと言います。私はなんとなく照れて川を見た。聞くは深川の料理屋の手伝いをしていると言った。月末に一日だけ休みがある。その時通ってきて夫の話を聞いてもらいたい。その話が終わったら私にまとめてほしい。またここで会いましょうか、と私は言った。ええ、ここで。菊はにっこりした。それから毎月一回、聞くの話を聞いた。どんな人でした?みんなに慕われて、親分と言われていました。曲がったことは大嫌いで、人助けのためなら命も投げ出すという風ですから、確かにいい人でした。あの人はみんなのために生きていました。でもあの人は、
自分をみんなのために使ってしまって、女房の分は残っていませんでした。どうして一緒になったんです?家が破産して、私が身売りをすることになったとき、助けてくれたんです。男らしくて親切で、私は夢中になりました。20も年上でしたが構いませんでした。嫁にもらってくれと言うと、あの人はやめた方がいいと言いました。俺は人のためにいつでも命を投げ出すつもりだ。女房や子供がいたらそうはいかないだろう。だからこれまで一人でいたというのです。それでもいいって私は言ったんです。ねえ、バカでしょ?いやー、それでもいいと言ってくれる人がいて、羨ましくなります。あら、先生はお一人なんですか?ええ、物を書くことだけで余裕がありませんでした。それの方が良かったかもしれません。女を一人不幸にしなかったんですから。私は咳払いをした。ごめんなさい。お仕事に戻りましょう。大明助八は山の宿で持ち米の問屋をしていました。大名や旗本の米は蔵前の川岸に上がりますが、町人に払い下げられた米は蔵前より北の花川戸や山の宿に上がります。荒っぽい人足がいっぱいいて、また米取引で殺気立っているので、この川岸では喧嘩が絶えません。助八はそれらの揉め事を仲裁するのが上手でした。ですから、大分けと言われたのです。できるだけ公平に話をつけ、またどちらからも決して金を受け取ったりしませんでした。向こう水で荒っぽい場所に乗り込んで、さあ殺せと命を投げ出すので、みんなに一目置かれていたのです。男立てとか、侠客と言われる親分だったのですね。あなたはそれに憧れた。ええ、何にも知らないバカな娘でした。でも結婚すると大変でした。夫婦だけで過ごすときなどありはしないし、夫が外に出ると喧嘩で怪我をしたり死ぬんじゃないかと心配が絶えませんでした。別れたいと思いませんでしたか?何度も。もうダメだと思いました。でも、別れなかった。どこかで、この人を置いていけないと思っていたんでしょう。おかしいですね。その人を理解していたのでしょう。いいえ、決して。なんか間違ってるといつも思っていて、あの人にも言っていました。でも俺は間違っていないと頑固に言っていました。もち米問屋はかなり身入りが良かったのですが、あの人は頼まれると儲けをみんな恵んでしまうので、商売もだんだん悪くなりました。私はそんなことをしても本当の人助けとは言えないと思っていました。だってそうでしょう。いくらあの人が頑張ったって、江戸の貧しい人をすべて救えるわけじゃない。私がそう言うと、確かにその通りだが、目の前の一人を見捨てるわけにはいかないと言うんです。でも、だからといって、自分をあんなに粗末にしていいんでしょうか。やっぱりあなたは間違ってる。彼女は、私が助八であるかのように責めるように言った。そんなにも助八を愛していたのだという思いが私を打った。あの人は
みんなに男立てとか侠客とか言われていい気になっていたんです。それが何なんです。そばにいる一人の女さえ幸せにできないじゃないですか。毎月彼女はやってきて、助八の生涯を語り、その生き方を厳しく批判した。彼女は誰かにそのことを語りたいとずっと思っていたに違いない。その恨みをぶつけるために私を雇ったのだろうか。いや、そうではなかった。彼女は大分助八とはどのような人であったかを私に語りながら、私に教えてほしいと思っていたのだ。このような男を私は愛した。それはなぜなのか。それを確かめたい。そして彼女は、助八の最後の日々について話し始めた。あんな風に死んでいいんでしょうか。あの人の人生は何だったんでしょうか。それに、あの人と一緒に暮らした私の人生は。あの夜のことをよく思い出します。珍しく客がなくて、二人で夕食を食べた時でした。番屋から使いが来て、ちょっと来てくれと言ってきました。何でも、人殺しを捕まえたところ、大分の親分にぜひ話したいので会わしてくれと言っているというのです。なんだか胸騒ぎがして、明日にしたらと言ったのですが、俺に頼みがあるという人がいる、行かなければと言って出て行きました。その夜帰ってきませんでした。そして次の日、天馬町の牢に送られたことがわかりました。番屋の人に聞いてやっと事情がわかりました。あの人がその男に会ってみると、見ず知らずの男だったそうです。俺が大分助八だが、なんか話があるとか。ああ、親分さん、お名前は遠くから聞いておりました。あっしは信州から出てきました、たすけと申します。中元奉公をしておりましたが、博打に手を出し、その揉め事から喧嘩になり、相手を殺めてしまいました。みんな自分の身から出たことで、牢に入れられ、打ち首も仕方ありませんが、故郷に残してきたお袋が気がかりです。具合が悪くて危ないという知らせを聞いたばかりでした。それで、賭場で人も消して、土産を持って帰ろうなんて思ったのが、このざまです。親分さん、助けてください。一度帰ってお袋を見とったら、戻ってきてどんな罪にも服すつもりです。それまで、なんとか見逃してもらうよう頼んでください。あっしの知り合いで親分の世話になったのがいて、困ったら、親分に話してみろと言っていました。勝手なお願いですが、聞いてください。あの人は黙って縄を解いてやり、おっかさんを大事にしろと言って逃がしてやったそうです。それで役人が来たとき、一人で番屋に座っていて、自分が罪を受けるからどうとでもしてくれと言いました。なんていうバカな人でしょう。見ず知らずの男のために自分を捨ててしまったのです。もちろんお奉行所は犯人を勝手に逃がしたことをひどく怒りました。そして厳しく責めてから重罪として天馬町の牢に入れ家族にも会わせてくれませんでした。なんとかいろいろ手を回してやっと会わせてもらったのは一年後でした。ひどくやつれて、体の調子が悪そうでした。私は何も言えず、涙が止まりませんでした。聞く、泣くな。俺は何ともねえぜ。お前さん。おっと、
まあ、文句も言いてえだろうが、俺は何も後悔しちゃいねえ。何も間違ったことはしちゃいねえ。誰も恨んじゃいねえ。こんな風に俺は生きてきた。お前が一番よくわかっているはずだ。だって、お前はちっとも変わらねえな。お前が待っててくれるのが俺の一番の楽しみだ。もしも俺がいなくなったら、ダメ、そんなことを言っちゃ。相変わらずうるせえやつだ。もしもの話だ。俺がいなくなったら誰かいい人と一緒になれ。俺はお前をちゃんと面倒見てやれなかった。いいのよ、それで。なんて私は言ってしまいました。それから2年もあの人は牢に入っていました。牢の中でも困った人に味方して役人に盾をついたりするので許されなかったそうです。私は着物や食べ物を持って天馬町に通いました。それでもめったに会えませんでした。持って行ったものがあの人に届いたかもわかりません。そしてある日、あの人が獄中で亡くなったことを知りました。死に目に合わせてももらえなかったのです。もう、威勢のいい啖呵を切ることもないあの人を引き取って、近くの医療院に葬りました。誰にも知らせなかったのですが、見知らぬ人たちがいっぱい来てくれて、寺の外に黙って立って、手を合わせてくれました。みんな貧乏人ばっかり、あの人らしかった。こんなバカな人でした。私は文句ばかり言ってきましたが、亡くなるとあの人のことが思い出されます。でも、その思い出は私と共に消えてしまいます。こんな男がいたって書いておいてほしいのです。書いていただけるでしょうか。そんな価値があるでしょうか。もし書いてもらえるなら、私が選んだ男に間違いがなかった。一緒に暮らしたことは間違っていなかったと思えるでしょう。私は大分助八伝を書き上げた。それは石に刻まれ、異行院に建てられた。自僧に経をあげてもらい、聞くと私の二人が立ち会った。よかったわね、と聞くは石碑に話しかけるように言った。数日後、聞くはその石碑の前で自害していた。死に顔は笑っているようだったという。私の書いた物語は、あの人を救うことができなかったのである。海野浩史小粋な江戸物語シリーズには、物語の背景についての解説がついています。とても興味深いので、合わせてお聞きください。江戸の親孝行。今回の話は、劉理教の雲表雑誌に出てくる話をもとにしている。李強は大和郡山郡の重臣で画家としても知られる。客が好きで、彼の家にはいつも数百人の食客がいたという。雲表雑誌はそれらの人々から聞いた話を集めたものである。人々の世話をするのが好きだったという大分助八には共感することがあったのではないだろうか。
話の多くは庶民の美談、親孝行の話である。江戸時代には親孝行の話が多いのはなぜだろうか。お役所で表彰したりしている。現代では親孝行は表彰されないのはなぜだろうか。当たり前だからだろうか。それとも親孝行はもう美徳ではないからだろうか。親と子の対立が激しい今の世に、江戸の親孝行はどう映るだろうか。触覚がいて珍しい話を聞くというのも良き時代だ。侠格。江戸では、強きをくじき弱きを助けることを看板とする男立てと言われる連中が人気を集めた。ヤクザでありアウトローであったが、役人に威張られていた町人は、侠格の反権力的な姿勢に拍手していたのである。その象徴とも言えるのが、歌舞伎に出てくる花川戸助六である。紫の鉢巻きをした粋な姿で短歌を切る。そして江戸の女たちのアイドルになった。歌舞伎十八番の助六ゆかりの江戸桜は当たり狂言であった。助六はフィクションであるが、大分助八は実在で名前が似ている。しかも助六は花川戸、助八は山の宿で、隣の町内であり、この辺りが米の積み下ろしをする川岸で、浅草寺や吉原の近くであり、アウトローの集まる土地であったことを示している。助六は吉原の女たちのアイドルなのだ。朗読劇場友達座では、海野博先生の特別の許可を得て、小粋な江戸の物語シリーズを朗読でお届けしています。どうぞチャンネルに登録して、他の作品もお楽しみください。